鉄道庫で66軽電車伊豆箱根鉄道庫で66軽電車は伊豆箱根鉄道大小山線においてかつて機関車代用として使用された工事用電車であるこの車両はもともとは1933年製造の国鉄雲波12000である晩年は美濃赤坂支線等で使用された後1969年に伊豆箱根鉄道が譲り受け も六66となった。当初は、スンズ船でもは51サハ一、1も六66の編成で使用されていたが、太遊山線の1500ボルト昇圧後、1977年に転入した。太遊山線では、1976年11月25日の昇圧直前はも四46が唯一の両運転台車であり、 通常時はクハ26とペアを組旅客車として使用していたが、工事列車、大場工場への車両輸送列車には、機関車代用として使われていた。しかし、昇圧の際に廃車となったため、機関車代用車を補うために、スン線から入線したのがモハ66である。太遊山線では、両運転台車という特徴を生かして、機関車代用として使用されることもあり。 タイ山線の車両が大場工場へ入場する際には、牽引車として使用された。旅客車としては、タイ山方の先頭車として使用されており、スン線からの入線後しばらくは、助手席側の乗務員扉が残っており、半室運転台で助手席側とは仕切り棒で仕切られていた。その後1982年の全般検査時に、 小田原方の助手席側乗務員扉は埋められて、運転台は片隅式となり、助手席後にはロングシートが設置された。乗務員扉後には 800mm 幅の側窓が設置され、小田原駅で東海道線ホームから見る側面は、変運転台車と同様の外観であった。なお、台車は、雲82000当時の DT-12 ではなく、 他社と共通の TR14A であった。太遊山方の前面は非貫通の三枚窓で、運転台も全室式であったが、小田原方の前面は原型に近いものであった。また、旅客運用時には小田原方の貫通扉は取り外しており、機関車代用として運用するときのみ取り付けられていた。編成を組んでいた。 モハ51とサハ十1が廃車になった後、1992年には、モハから小手に形式が変更され、正式に機関車として使用されることになった。その後、電気連結機撤去、ホロワク撤去、マスコン変更、自動連結機化、小田原型 ATS 取付等の工事を大小山分、工場で行っている。工事用電車庫で66になってからも、 夜間工事用列車として、バラストを積載したトム1型を牽引する仕業が頻繁に見られたが、車体の老朽化が進んできたため、モハ百165を改造した小百165で代替されることになった。車席上は1927年製造と小六66よりも古かったが、相模鉄道在籍時に車体更新を受けていたためにモハ百165の方が、 状態は良かったのである。小六66最後の仕業は、軌道試験で深夜、飯田岡穴部間での試運転と、鉄道建設公団から購入した、軌道用モーターカーバラスト散布車を、搬入時、飯田岡から大遊山までの改装運転だった。休慶国電に詳しい鉄道市民車には貴重な車両として知られていたが、1997年に廃車解体となった。 なお、この時に導入された、軌道用モーターカーバラスト散布車の使用開始に、伴い、後継の小で165における夜間、工事用列車としての仕業は、JR 地域6000系2両編成または4両編成でのレール運搬と、トム1系の定期検査時の試運転以外は、なくなっている。ありがとうございます。